どうもグリズンです。それでは今回もやっていきたいと思います。早速、仕事をいただきたいと思います。これですね。そしてあれ、あーそっか、材料が足りないってか。あーしょうがない。はい、今回もこのトラックで行きます。トラックに乗せる。で、依頼が受注されました。プライベートボックスにあるかな。結構ね、物がたくさん入ってるんで。ああ、全部レベル1か。なるほど。そうしたら、いいか。そのまま行こう。ジップラインをね、作っていこうかなと思ったんですけど、あ、間違えた。ちょっとね、さっき道路をね、引いたんですけど、その時にね、材料結構持ってったんですよね。いや、材料はね、いくらあっても足りないですね。あんまり、っていうかほとんど見たことないんですよね。この、今ある道路もね、僕一人でほとんど引いちゃってるんですけど、他の人と共有っていうか、なんか、まあ、材料が入ってたりたまにしますけど、その道路を作るためにね。ただなんか完成された道路、他の方が完成した道路っていうのはあんまり出会ったことないんですよね。多分、ゲーム上あれでしょうかね、自分で、道路は、建てる感じになってるんでしょうかね。みんな多分ね、もうバリバリ作ってると思うんですけど、こうやってね、たまに車とかバイクが放置されてたりするんですけど、多分ね、これも、その方が、プレイヤーさんが、そこでゲームを中断したり、電源を切ったりすると、多分そこで、車がね、放置されるんじゃないかなと、思ってるんですけど、多分あそこに、塔が見えるじゃないですか、この先に。で、塔の上になんか卵みたいなが乗っかってると思うんですけど、そこが、新しいところですね。そう、ここら辺にねいるんですが、道路走ってる限りは今のところ安全ですね。この下降りちゃうと危ないんですけど、はい、今のところそういうねことはないんで、出会ったこと大丈夫じゃないかなと思ってるんですけどね。ただね、僕、ハンドガンとかね、アサルトライフル手に入れたんですけど、こっからなんですよね。どうしようかな。ここにとりあえず1個建てようかなと思ってるんですよね。とりあえずね、1個は持ってたと思うんです。あ、ありますね。これを、これですね。あ、ダメ。あ、そっか。まだ繋いでないからダメだ。そうだった。何も建てられないんですよ、まだここら辺。よし、じゃあもう頑張りましょう。これトラックで行けるかな。それもわかんないですよね。情報が全くないんで。ただ、あ、
こっからですよね。こっから多分行くの無理っぽいな。じゃあもうちょっと先進みましょうか。一応ねここ全部引きました道路。思ったよりはね材料は、そんな使わなかったんですけど、ただね僕結構配達頑張ってるんですけどなかなかねたまらないんですよね。あのコツコツね、配達をこなすよりも敵のキャンプ行った方が材料集まるじゃんみたいなツイートをねよく見るんですけど、確かにね、材料はたくさんありますね。ただばらつきがあるんですよ結構、欲しい材料がね、手に入らなかったりするんで、ここら辺ですね。2箇所行けそうなとこあるんですけど、多分この右側ですね。頑張って。多分皆さんなんか いろいろここら辺も作ってるんですけど、ここのステーションとはまだつながってないから僕は表示されないんですよね。まあこれで多分ね表示されると思うんですけど、よし。納品。どんな方がここにいるんでしょうかね。顔がよくわからない。噂はこの陸の孤島まで届いてます。 BTU を倒しテロリストにも屈さない伝説の配達人に会えるとは。すごい褒めちぎってますね。感激しています。さて、お疲れ様でした。ここまでよく運んでくれました。繋いでくれるんでしょう、もちろん。そこまで言うんだから。お金の量があれば十分です。おかげでこの設備の復旧作業もはかどります。やっぱりそんな甘くないか。この後言うのかな、繋いでって。あとはカイラル通信があれば完璧です。どうぞ。ここからか。よし。プロテクター何でしょうかこれは。お、アサルトライフゴムだ。切った、これだよ。これを待ってたの。前回か前々回ぐらいに、あ違う、それは収録外だ。はい、なんかキャンプ一度ね行ったんですけど、その時にね、あゴムの、あいや多分収録で言ってるような、ゴムの玉ありゃいいのになって。ここの施設も UCA の一部になった。陸のことはカイラル通信のおかげで遠い東の本部までつながった。設備の復旧作業はこれからですが、さらに前向きになれた気がします。全力を尽くします。サム、あなたも頑張って。一日も早く一緒に到着することを祈って。なんか面白いなこの人の喋りが。よくやったサム。次はマウンテンの都市北の配送センターまで繋いでほしい。 OK。 実はその配送センターから非常事態の連絡が入っている。
何でしょう。詳細は未だ不明だが、事故があったらしく、事故、怪我人が出ている可能性は。怪我人、その端末で確認してくれ。ちょっと持ってるかな武器。新しい依頼があります。受注する際は配送端末。あ、これですね。はい、なんだろう。あなたの肩と足につけるプロテクターね。うん、ただしつけている場所には荷物を固定することができない。よく検討してから選んでね。はあ、なるほど。あんまりね、でも僕つけないんですよね、足と肩とか。まあ足は完全にね、あれつけてるんで、あのなんかパワーなんとかでしたっけ、なんとかパワーだっけここにあるか。あ、これだ。パワースケルトンってやつをねつけてるんで、肩にはつけれますね。自動で？うん。なるほど。ああ、これはでもいいかもしれないですね。うん。これ一つで肩一つってことだよね。ちょっと、つけてみようか。時間は限られている。何よりもスピードが要求される配送だ。うん、一刻も早く届けるためには何が必要か、どうすればいいか、よく考えて決めてくれ。はい、トラックに乗せます。で、これはスーツに固定、右肩と左肩、これで OK です。そう、一応ね、これ、これこの先走っていくと多分また道路を作るためのね、材料を置く場所があるんですけど、そこにね入れていこうかなと、思ってます。ちょっと待ってね。目標時間が設定されました。ああ、39分40分。ハンドガンはある。グレネード、あ、これはない感じか。これだけか。ちょっと用意した方がいいかもしれないね、これから戦いが待ってるっていうんだったら。これってちょっとあのアサルトライフルのこれだよね、ゴム。あ、違う、こっちだ。これ用意しようかな。あとは、グレネード。OK。で、グレネードは、グレネードポーチに入れて、そして、これは、このままね、リサイクルできたらいいんですけどね、ここから。まあ、とりあえずプライベートボックスに入れとこうか。はい、これで OK。もう時間ないんですよね。あとね、いけるかな。あ、いけそうだな。ちょっと、あ、間違えた。この車もね、次の場所までバッテリーが持つかどうかですね。ちょ、この先ちょっとここから歩いていこう。今持ってるかな。あ、持ってますね。 OKOKOK。 ちょ、この上行きたいんですよね。職員死亡、なんで決まってんだろう、もうこんな細かく死亡する時間まで。嫌ですよね、あなたはあと38分で死にますなんて言われたらね。こっからね、下が見え
るとこ、あここら辺いいかもしれないね。あこっからでも登れたかもね。ちょ待って、この上行きたいな。やっぱ高いところがいいんですよね。登れるかなこれ。うわーすごい、これはすごいな。ちょっと怖い待ってよ。で、これでこの上設置できるかな。あできる場所はできるね。ああよし、ちょっと頑張ろう。時間ないけど、ここら辺に設置しましょう。で、またね、用意できたら下から設置するような。かなりいいですよね、ショートカットできてね。みんな、使ってください。よし、急ごう。完成しました。だって見える？あ、見えますね。この枠内にもね設置できたらかなりいいけど、それはできないんで残念ですね。じゃあ行きましょう。お、他の配達人がいますね。バイバイしてくれるかな。あ、してくれない無視ですね。よし、この先まだ繋いでないんですよ、材料がね足りなくて。もうバッテリーがなくなったらね、最悪もう歩きですね。ここですね、下絵とかを燃やす場所は結構離れてるんですよね。よし、ああでも入ってますね、みんな入れてるね。いいですね、なんかこう協力し合ってる感じがね、見えないけどいつも一人だけど一人じゃないみたいなね。小島監督もねツイートしてましたけど、これ、あそんなにいらなかったですね。これしかないんですよね、セラミック。これだけなぜかねいつもいっぱい拾うんですよ。これ入れて OK ですね。違う、間違えた。はい、こんなことやってる場合じゃないんですけどね。あ、間違えた。カットしましょう。よし、あとみんな頼んだぜ。さあ行きましょう。行くのはこっちですよね多分。え？いいんだよね？いけるかな？いけるよね？わかんないけど。あまり飛ばさない方がいいかな？節約した方がいいよね、バッテリーとかね。ちょっと、遅いけど。これで行きましょう。あ、でも遅いな。木が生えてるとこって今までありましたっけ？あんまり見たことないかもしれない。これ松の木かな、初めて見ましたね。あ、ちょっと待って、キャンプがあるじゃん。あー車で走ってますね。行きましょう、もう時間ないんでね。ここ攻めたいですね、そのうち。これ急いだ方がいいね、ここは。槍で
撃たれたりしたらもう。おいサム、侵入者用のセンサーにかかったようだ。そのセンサーは荷物ではなく君自身を感知する。マジで？気をつけろ。はいよ。君が狙われている。あ、なんか撃ってきてますね。撃たれてる。ここまっすぐだね。なんかね、マップ見た感じでは、君が接触したのはこの辺に潜んでいるテロ集団のよう。テロ集団。ニューだった連中がテロ行為をするようになった。彼らには荷物も配送も関係ない。今や破壊そのものが目的となっている。マジですか。サム、さすがだ。見事だった。ありがとうございます。もう彼らから守ってくれ、逃げただけなんですけど。この先も接触する可能性はあるだろう。気をつけて。こう橋作った方がいいですね。あ、道路、ここもここら辺も道路引けるんですね。で、一応材料入れとこっか。まだ全然ね、時間あるんで。先生、多分全部入っちゃいますね。入りましたね。オッケー。カイラルがね、全然ないんですよね。全然僕戦わないんで。よし、行こう。おお、なんかボロボロになってますよ。ひどいな。どうしたの？あ、そのテロを行ってるやつらが襲ってきたのか。あ、でもロックするんだね、武器は。回復薬とか僕持ってないですけどね。その荷物があれなのかな？その人を助けるための。ああ、そうですね。これは。かなりスピーディーに届けることができたんじゃないでしょうか。血液製剤は医療班に受け取った。仲間が助かる。さすがだ、こんなに早いとは。あんたもこの先テロリストに気をつけてくれよ。仲間を傷つけた。ああ、やっぱテロリストなんですね。ああ、勇敢ですね。悔しい。もっと気をつけるべきだった。セキュリティが甘かった。でも、なんとかなりそうだ。ありがとう、サム。助かった。そうだ。カイラル通信がつながってきているそうだな。こんなところにまでつながってくれるのか。いや、ドキドキする。ドキドキ。試してみてくれ。さ。ドキ枠ですね。戦いがあるかなと思ったんですけど、戦いはなかったですね。お、アサルトライフルレベル2。アサルトライフル、なんかせっかく買ったのにな、さっき作ったのに。もうレベル2のやつができちゃった。
なんだろう、あのマークは。赤いマーク、溺れちゃうよマーク。成功か？よかった。これからはもっと情報が入ってくる。こちらの状況も早く伝えられるようになる。本当にありがとう。いいぞサム、次はいよいよマウンテンノットシティに接続する。この先も道のりは険しいぞ。プライベートルームで休んで準備を整えてくれ。はい、了解です。勝手に行っちゃうんだね。ってことは多分この後イベントがあるかもしれない。また夢を見るのかな。なぜ笑う？ノー、えぐい。ノットシティのこの場所までもう一歩も動けない。都市も破壊され、みんな殺された。周りには BT がいっぱいいて包囲されてる。首のキープはどうした？なんとか目を盗んであなたとつながれた。だけどこれが最後になるかもしれない。今は無事だけどどうなるかわからない。あなたがハイラル通信をつないでくれることだけが希望なの。ここをつないでくれれば私は自由になれる。そうしたらあなたと一緒に東まで帰れる。アメリー、首のキープはどうしたんだ？サム、あなたをビーチで待ってる。サム、悲しそうな表情ですね。はい、とりあえずそうですね、ちょっとじゃあ外出ましょう。このままやばいことになってきましたね。あ、夢見るか。でも最近ね、ずっと同じような夢ばっかりなんですよね。まあ、同じだったら飛ばしますね。あ、続きだ。この前の。誰だ。ああ、サム、 BB のことなんだが、あんたがカイラル通信をつないだおかげでデータが一部復活した。それで分かったことがあるんだ。データの調査は独自にやっている。誰かに命じられたわけじゃない。何かあったら全て俺の責任だ。
あんたには罪はない。だから聞いてくれるか。うん。封印された BB の技術はブリッジスが復活させたんじゃない。え？分離過激派が復活させた。およそ3年前、UCA の再建を妨害する道具として BB を使い始めたという記録が見つかったんだ。ブリッジスの再建計画が動き出し、第一次遠征隊が出発した頃だ。うん、連中にとっても BT は脅威だからな。奴らを感知できれば俺たちへの妨害工作も含めて何かと優位に立てる。それに対抗するためにブリッジズも BB を使うようになったというのが実態らしい。俺たちが使っている BB28 の履歴がまるでわからないのはそのことも理由なのかもしれない。なるほど。俺たちは BB の原理を理解しているわけではない。見よう見まねで使っているというのが実情なんだ。それからもう一つ、 BB の初期実験当時のことが分かってきた。最初のデスストランディングが起きた頃、 BB の実験も行われていたらしい。この大陸の東にマンハッタンと呼ばれた島があった。初期の BB 実験でこの島が消滅している。おそらくボイドアウトだろう。この実験は当時のアメリカ政府の肝入りで行われたらしい。政府は BB の能力がデスストランディングの原因解明に役立つと考えていたようなんだ。しかし倫理的な面からも BB 実験は世論の猛反対にあった。皮肉なことに、デスストランディングの原因を追求しようとして逆の結果を招いてしまったんだ。この実験に当時の大統領も巻き込まれ死亡した。その後地位を継承したのは副大統領だったブリジット・ストランドだが、ブリジットは実験を中止、資料も技術も抹消された。 BB の存在自体が封印された。それがなぜ今になって分離過激派によって復活したのかわからない。努力してみるが、また何か分かったら知らせよう。うん。サム、配送端末にアクセスして配送依頼を確認してくれ。はい。マウンテンノットシティの住人は厄介な問題を抱えている。このエリアは各地にタール状の物質が湧き出ているんだな。うん？実はマウンテンノットシティの一部にもその被害が及んでいる。都市の周囲でタールの噴出が確認されたんだな。放置したらマウンテンノットシティは近いうちにタールに侵食される可能性がある。マウンテンノットから依頼が来てる。その配送端末で依頼を見てくれ。はい。あ、これですね。はい。爆弾。で、これをトラックに入れましょう。サム、聞いてくれ。はい。反物質爆弾の荷物ケースは長距離の運搬を前提としていない。中の反物質はトラップに保管されてはいるが、強い衝撃や車両の揺れ、フローターの激しい振動があればそれに耐えることはできないだろう。トラック内部の磁気に異常が生じると警告音が鳴る。トラックじゃ運べないってこと？に気をつけ、慎重に運ぶんだ。万が一輸送中に爆発すれば被害は甚大だ。取り返しのつかないことになる。80キロあるんじゃん。あ、でも一応乗せれますね。え、いや、こっちがいいよ。はい。で、これでいきましょう。依頼が受注されました。無茶なことしなきゃいいってことですよね。あ、そうか。こんぐらいにしよう、今回。
もうそのまま行こうとしちゃったけど、はい、時間もねいい感じなので、とりあえず今回この辺にして、続きはまたね次回にします。それではお疲れ様でした。またよかったら見てください。バイバイ。